妻、アドリーヌとエクトール。1910年頃、エクトール・ギマールは、フランスの建築家で、同国における、アール・ヌーボーの代表者。建築を研究してゆく中で、ギマールは、ビオレル・デュークの理論に出会った。1863年以降、この理論は、アール・ヌーボーのその後の構築原理の基礎をなすものとなる。ギマール一流のスタイルへの転換は、それ以上に、 唐突なものだった。ブルッセルを旅した折、彼はビクトール・オルタのタッセル邸を訪れたのだが、この間に転換は起こったのである。この時の転換をはっきりと表しているのがカステル・ベランジェであるが、この転換は二つの遺産の衝突の様相を呈している。すなわち、中世の巨大建築の影響を受けた幾何学的な立体の上に、 ベルギー由来の無知の一撃と呼ばれる有機的な線が溢れんばかりに広がるというものである。ベルギー国境に近いリールにあるギマール作品1900年パリのメトロを飾る入り口カステル・ベランジェによってギマールの名は急速に知られることになり多くの注文が舞い込むことで彼は自身の美学とりわけ調和及びスタイルの連続性の研究を以前に まして推し進めることができるようになった。そしてそのことが1909年のギマール帝を頂点とするインテリア装飾のほぼ全体主義的なデザインへと彼を導いたのであった。その卵型の部屋には建物の統一的な構成要素としてのユニークな家具類が備え付けられていた。ビクトール・オルタ特有の光窓はギマールの作品にはむしろ欠けた要素であるがギマールは 彼の建築物の溶石測定において、驚くべき空間的実験を行った。特に怖い溶堤と、その困惑を誘うダブルファサード、ビララ・ブリュエットとその美しい溶石的調和、そしてとりわけカステル・アンリエットとカステル・ドルジュバル。これはすなわちリコルビュージェ理論の25年前における、力強く、非対称的な、フリープランの過激なデモンストレーションである。しかしながら、 対称性は捨て去られたわけではない。1905年の豪舎なノザルテーはビオレルデュックの提唱した方形図の合理的配置を利用している。構造上の革新性も損なわれることはなかった。例えば素晴らしいコンサートホールアンドロマンでは複雑に入り組んだフレームによって音波が分離されることとなり、それが完璧な音響効果につながった。あるいはギマールテでは 土地の狭さのために建築家は外壁上のいかなる支持機能をも排除することができ、そのため木座橋ごとにそれぞれ異なった内部の空間構成が可能になった。非常に好奇心旺盛なギマールはまた新しい芸術を大々的に普及させたいと願っていた限りで工業的企画家の先駆者でもあった。この領域で彼は本当の成功を味わった。 それがかの有名なメトロ、すなわちビオレルデュークの構造装飾原理が成功を収めた組み替え自在な構築物である。このアイデアは1907年にも建築物に装着可能な中鉄部品カタログ、芸術的中鉄、ギマール様式で再び採用された。全世界的な建築の枠組みにおいては、彼の芸術作品に内在する考え方は、形式の連続性、 および直線的な連続性という同一の理想に由来するものだった。彼独特の様式についての語彙は全く抽象的な意味にとどまるが、特にイメージ換気的な植物有機体から来ている。栗方や渦巻き模様は石材にも木材にも付けられている。ギマールはステンドグラスに、あるいは統制パネルに、金具類に、壁紙に、布地に、 同様の活発さを付与するような様々な抽象的作品を生み出したのである。しかし、こうした目覚ましい発明の数々やあらゆる方面へのデモンストレーションにもかかわらず、新聞や人々の目は急速にギマールから離れていった。そして彼自身こそがアール・ヌーボーの代表者にふさわしい人物として、この運動の理想の抱える本質的な矛盾の犠牲者となったのであった。 すなわち彼の最も完成された制作物が大多数の人々にとって金銭的な意味でアクセスできないものであったし、そしてその逆に彼の企画化への試みは彼自身の語彙にそぐわないものだった。戦争を恐れて亡命したニューヨークで1942年に没した時、ついに彼は完全に忘れ去られたのだった。多くの作品が解体されてしまった後になって、 ここの調査者たちは、1960から1970年頃、このギマールとその作品世界を再発見するに至り、またその歴史を丹念に再構成している。こうした作業の大半はすでに完了しているが、アール・ヌーボーの素晴らしい表現から100年、フランスにおいて、エクトール・ギマールの多くの建築物は公開されて、おらず、 ギマール美術館も整備されていないのが実情である。ありがとうございます。